ウィリアム・モリスは19世紀イギリスの詩人、デザイナー、マルクス主義者。多方面で精力的に活動し、それぞれの分野で大きな業績を上げた。モダンデザインの父と呼ばれる。また、架空の中性的世界を舞台にした、世界の彼方の森など多くのロマンスを創作し、モダンファンタジーの父と目される。ロードダンセーニア・ JRR トールキンにも影響を与えた。 ビクトリア朝のイギリスでは産業革命の成果により工場で大量生産された商品が溢れるようになった。反面、かつての職人はプロレタリアートになり、労働の喜びや手仕事の美しさも失われてしまった。モリスは中世に憧れてモリス商会を設立し、インテリア製品や美しい書籍を作り出した。生活と芸術を一致させようとするモリスのデザイン思想と その実践は各国に大きな影響を与え、20世紀のモダンデザインの源流にもなったと言われる。プロレタリアアートを解放し、生活を芸術化するために、根本的に社会を変えることが不可欠だと考えた。モリスは、マルクス主義を熱烈に信奉し、E.B. バックスやエリノア・マルクスらと行動を共にした。エリノアらとヘンリー・ハインドマンの社会民主連盟を脱退し、 1885年、社会主義同盟を結成。その後、再びエリノ・アラト脱退し、エリノ・アラト、ハマスミス社会主義協会を結成した。ありがとうございます。